クレイグ・ロバーツは、ウェールズ出身の俳優、元子役である。1991年、ウェールズのニューポートに生まれる。その後は、ケアフィリなどの地域で育ち、同地域の大学へ進学した。子役として、キャリアをスタートさせ、2000年に、イギリスのテレビ映画、ケアでデビュー。しばらくはイギリスを中心にテレビドラマやテレビ映画で、キャリアを重ね、2010年に、 青春映画、サブマリンで初主演を飾る。同作での演技は高く評価され、翌2011年には、ジェーン・イェアで、ミアはコ考スか、ジェイミー・ベルラとも共演。2012年には、ティム・バートンが監督を務めた、ロックバンド、ザ・キラーズのミュージックビデオでも主演を務め、ミノナ・ライダーと共演した。近年からは活動の場をアメリカへ移し、2014年に、 出演した雪ゲン・ザック・エフロン主演のネイバーズでは、ローゲン演じる若夫婦の隣に引っ越してくる男子大学生グループの一人を演じた。コメディ映画への出演も多く、ジョナヒルとチャニング・テー・タム主演の22ジャンプストリートなどへも顔を見せている。ありがとうございます。